ープン記念式典を開会いたします。昨年7月、ホテル棟などの新たな魅力を加えた新生 J ビレッジとして一部再開をし、9月には全天候型練習場もオープンいたしました。このほど残る7番ピッチと8番ピッチの復旧が完了をし、本日いよいよグランドオープンを迎えることができました。ナショナルトレーニングセンター J ビレッジが昨年7月28日の一部営業再開に続き、本日ここに全面営業再開を迎えたことをとても嬉しく思っております。2011年3月11日の東日本大震災に続く辛い日々から、 J ビレッジがこれまで復興できたことは大きな喜びであり、心よりお祝い申し上げます。日本サッカー協会は東京オリンピックに参加する男女の日本代表チームが J ビレッジで合宿することを決定しており、まもなく選手たちの歓声がグラウンドに響き渡ると思うと、なんだかワクワクいたします。この20年間の日本サッカーの発展は、世界の中でも今までの歴史上なかったぐらいの発展のスピードです。まさにこれはこの J ビレッジで代表が技を磨き、若い選手たちが鍛え、指導者、レフリーが養成されてきたこと、これは間違いなくこの20年間の発展の一番の大きな要因だと思います。過去もそして未来も、 J ビレッジは日本サッカーの発展にとって欠くことのできない存在だと思います。サッカーの聖地 J ビレッジ。本日4月20日、サッカーの聖地 J ビレッジが待ちに待った全面再開の日を迎えました。新しい駅 J ビレッジ駅もでき、これからますますにぎわっていく J ビレッジへの皆さんの思いを乗せて、バルーンが空高く這い上がりました。はい、スタート。相馬さんのつぶがいです。指導者になってからはもう何回もこの施設でキャンプをして、みんなと汗を流した記憶があります。この辺でジーコに走れ走れって言われて、朝走って夕方も走って、一日ボールを蹴らなかったっていう苦い思い出がありますけどね。続いてご家族です。お姉ちゃんに、さあこっちです。はい、笑顔だよ、笑顔。
備。